こんにちは続きまして34年生の教室です。6月7日締め切りになりますね。こちら小鳥さんの美しい声が森から聞こえます。なんかね小鳥さんとか言うとみんなに突っ込まれそうなんですけどちょっとねん付けなんですよなぜかね。まあ、ちょっと文字数の関係とかあるんだと思うんですけど、まあ、あまり気にしないでください。じゃあねえっ、ー、と書き始めます。まずはえっ、ー、と小鳥さんの子。 小さいっていう字なんですけどここここ見ました今動きこうきてこうじゃなかったんですよ。少しここに左へ行くような動きキュッて入ってそこからこういう動きですね。これ こう開けたいんですそういう気持ちを持つとこれできるんですけどここからこういうふうに大きく動いてこうでここからこうきてこうねこういう動きなんです。ショーっていう字は下の下のって言っても分かないねこの小鳥ってこう並んだ時に分かると思うんですけど。 全然画数が、ね、違いますよねだけど同じ漢字なんで,すよ漢,字で漢字ってことは大きく描きたいんですひらがなよりも大きく見せたいんですけどこういう画数の少ない字ってややっぱり小さくなすすいんですよで大きく見せるにはどうしたらいいかって言ったらこういうところに空間をしっかり出してあげてこういうねひし形のような感じこれをねあのしっかりこう外形を取ってあげる。 取ってあげられるような字にすることですそれのためにはここ下にビヨンってなったら泣いた顔みたいになっちゃうんですよこれねギュッと入れたらスッと横へ横へ払うようにで、その払った先からこう迷子にならないようにこのままこちらへ持ってきますこの動き書いてみますよこう来てこうギュッと入って跳ねました跳ねた先からこの辺りです 今ねあの鉛筆のこの芯の通り道こうちゃんと書いてますけどこっからギュッて一回こうギュッて入りますよねこちら向きにこの向きにね入ったらそこから左へ今の動き見ましたよね。ここからシュッシューっていうよりは吸って切っといてそのままそのままこちらにぐっときます。 そうこれねぎゅーっとねでちゃんとこういう動きになるようにそうするとここがしっかりと開きますねこう囲ってみるとこんな感じになってますよねこれが理想ですこういうふうにしてあの四角をね目いっぱい使って大きく描きますで「鳥」っていう字ですけど鳥は真ん中もこれも上から入りますよ こう気質しっかりとギュッとしておいてこうですねまずねこれはあのこういう同じ同じ繊維質がギュッギュッギュッてもあの同じなんていうんですかねあの質が同じなのであまり難しくないんですよ実はちょっとこういうとこは汚いですね でここしっかり締めましょう。で点なんですよ難しいのは点かな一番。こういうふうに下からだんだんこうやって上がっていきたいんです。1点目2点目3点目4点目4点目が一番大きくてこう上にくるようにでこんな感じですね。3差ですね。 さあ。の。えー、ここですね。美しい。あ、美しいっていう字が。三年生がまだかな。習ってないかな。美しいっていう字も、またね。あの、画数多いんですが。まず点。一点、二点ってあるものは。 点目の方が下になってて2点目が上にあるので1点目を少し下げておくことでこのラインを持ってくる1234縦ですね56全部同じ線質でいいですよであまり長さに差を大きくつけなくてもいいです。 これ真ん中をすごく短くしちゃうとちょっとここ真ん中貫く線があるので縦のねこのラインこれがあるものであの真ん中短くしちゃうとちょっと形が変に見えるのであんまり大きな差はつけなくても OK です。で重要なのは次ここを見せるところ。 ここが長いんだよよっていいうのを強調したいんですよだからこの3本目だからって言ってここの3本目が長いとこの子があのー、目立たないですよね。この子目立たせたいので全部ちょっと同じぐらい短くていいです。でここ気質しっかり出しといてこうです左へグワンってきてこのまんますドンって降ります。降りてててききたら同じ高さを目指してきて そこで止ままって右側へ抜きますこれは毛質と一緒で,す、はい、でね少し太めの鉛筆で描くとあの筆のような動きが結構こうやって出るんですよ。鉛筆とかあの柔らかい芯を使うとねこういうところまで表現できるので。 私はねやっぱり濃い鉛筆っておすすめだなって思うんですけどまあね56年生になるとちょっと細かくなってきたりするのでうーんそこまであの太いのじゃなくてもいいんですけどね。はあまりここ極端にこうやりすぎなくていいですよ。しなりをすごく入れすぎるとお尻が出ちゃうのでここねそうすると美しくないので。 あのこう下にね降りるようなイメージでいいです気持ち入りのとこだけここねここに少しだけこんな感じでしなりが入るかな気質じゃないですよあの何ていうの感じの気質とは違いますギュッてこういうのでもないのでこちらぐらいな感じでそのぐらいのイメージでいってくださいうーんと イはゆりかごのように少しこちら側が高くなるかなぐらいな感じでこんな感じですこっちもね短すぎると変だし長すぎても変だしっていう絶妙なところあるんですよそれね自分で研究してくださいえっ、ー、と声です声がちょっと難しく感じるかなマスに入れる時えっとね頭は出したいんですよ でここは長いですね一番長いのはこの1画目で2画目頭出して3画目ちょっと短めでその短いのより気持ち左から入ってもいいんですここねこのこの関係ねこの3本の関係をちょっと覚えとくといいかなでこの真ん中の線っていうのはこの中心にね乗っかりますよね閉じます でその時これは少し短めほらちょこっとずつ長さが違うの分かりますししてるでしょなぜかっていうと次最後の線はここからギュッと気質をギュッと入れてこちらにこうですそうするとぴったり合うんですよこの気質の分だけ短くしたと思ってくださいはいがですね「かは」は 半分からこっち側で収まるようにでこういうとこの点もねおろそかにしないようにねこういうとこと一緒ですよ。えー、と森です森頭しっかり木がね3個もあるのでねどうしたらいいのって感じですけどこれあのギュッとしたような感じに書いて左側は小さく小さくって言っても こちら側は出していいんですよいないからね誰もちょんってしといて左側よりも右の子は伸び伸びとかけるんです右の子の方がねえらいんですよこうやってねこっち伸び伸びしてるでしょこれ隣り合ってるのに我慢してるのはこっちの子で覚えてください上はしっかり両方手伸ばしていいんですけど こうね。左と右があったら左の子我慢するんだよ。ってところですね。森から。うんとはい。可です。か。かとかもあ別に跳ねなくていいんですよ。あの跳ね返してこう来てるっていうだけです。ここからこう。次の欄に向かって。こういう繋がりって、ね、あの自然とできるといいですね。 もちろん学校でほら初めて習うひらがなってこんなとこ跳ねてないんですけどあの徐々にこれ34年生か今の課題34年生ですけど次56年生になった時に行に変わったらそういうところの流れがねこういう流れが見えると高評価なんです。だからねだんだん今の4年生は少し慣れてくれるといいです。ね。 その辺を分かっておいてくれるとスムーズです。はい、門構え難しいですよね。あの上手に克服、えー、っとポイントとしては優しい台形みたいな感じ。台形って難しいかな。えー、っとちょっと下が広がるような。 ちょっとこういうふうに斜めになるような間違ってもえっ、ー、とねこうになっちゃいけないんですよこうになるこうやって下が狭くなると格好悪いんですねこれね下が広がった方がいいので上コンパクト下が広がるような感じでちょっとね鉛筆だいぶ丸くなってきたのでこういう細かいところを よく見て少し立てたりするとこういう角っこ使えるので自分でね研究してくださいこうコロコロ使えますよねそうするとねこういう細かいところ書くときにこの先端をね使えばねいいんだっていうのがねわかるんですよいつも寝かせて書いてるでしょこういうところでは立てて使う少しテクニックとしてですよ別に本当にこうやって立てて書くわけじゃなくて 芯のどのど部分を使ううかっていうところでねそういうのは自分の書いてる感覚でしかやっぱりわからないのでこればっかりはね教えられないんですよ。こういう時はこうした方がいいよっていうぐらいなら言えるんですけどなかなかそこの疑問を持つ子があんまりいないので聞いてくださいそういうのは。えー、っと聞こえます。 うんここは両方下がりますからねこういう風にねでここが同じぐらいですここよりもこれ飛び出すとすごく変なので飛び出さないようにえっ、ー、とえですねギュっとしてギュッと少し半分ぐらいまで上がったらもう一度ギュっとますえー、こまは上が長いです下はこういう感じで一二 で、上がってまあ「す」は右寄りですよ結構下まで来ていいですでこれも結び作る時なので少し内側入ってもいいですね。さっき「な」と「な」の、えー、説明を12年生の方でしているのでちょっとそういうのを結びの作り方を参考にしてもらえるといいかと思います。 えと3、4年生もね、1、2年生の動画、結構、あの,あのね、勉強になります。あのー、復習ですけど。小4。4にしましょう。だいぶ丸くなってきて、これは5、6年生のは書けませんね。っていうぐらいです。はい、こんな感じです。えっ、ー、と、意外と難しい小ですね。 ショーと門構えも難しいですよ。下がちょっと広がるって末広がりな感じ。あんまり大げさにやると変なので、あのー、ややです。やや。あもう一つ言うの忘れちゃったな。広がるっていうのと同時に右が上なんですよ。みんな左と右があったら右が高くなるのでこういうところをよく見ましょう。右が高くなって下も 少しこっちが重くなるので結果的にこっち大きくなるんですよ大きく見えますね高いってことはほらここ頭ね出てますよね下もちょっと浮くことはないんですよこれがね短くなるとダメなので必ず同じかやや長く長くした方がいいですねこ,この,あの中身を大きく描きたいのででっていうことは1画目の長さって 目いっぱい長くしたらダメだってことが分かりますね。そういう風うにあの逆算というかちょっと知っとくとあの始まりの失敗がないかなと思います。初めはちょっと短めに左側だからね右側が長くなるようにしましょう。はいではね頑張ってください。はい失礼します。